M37-105mm 自走榴弾砲は、アメリカ陸軍の自走榴弾砲である。スペイン軍が使用していた M37 スペイン、マドリード郊外のエルホロソ装甲部隊博物館の展示車用 M24 軽戦車の車体を用いて、各種自走砲を開発する、ライトコンバットチーム構想に基づき、M7 自走砲の後継車両として開発されたものが、T76 で、 砲塔を取り外した M24 系戦車の車体上に、後部の機関室にまで渡る、箱型のオープントップ式戦闘室を設け、全部中央に 105mm 榴弾砲、M4 を装備、右前部に、対空用のリングマウントを設け 12.7mm 重機関銃、M2 を装備した。手砲の最大行角は42.8度で、射程は 11.16km と、 M7 の最大行角35度、射程 10.4km を上回り、さらに搭載砲弾数は126発で、M7 の69発と比べ大幅に増加した。T76 は1945年1月に M37HMC として正式化され10月までに316両が生産されたが、第二次世界大戦には間に合わず朝鮮戦争で使用された。 アメリカの同盟国へも提供され、スペイン陸軍が1957年より28両を主力自走砲の一つとして1970年まで使用した。M37 は M24 戦車と共に陸上自衛隊に同じく M24 の派生型である M19 対空自走砲と合わせて供与される計画があったが、防衛庁が M24 戦車をもとに 独自の 105mm 自走砲を国産開発する計画を立てたため、少数が参考用として供与されたにとまった。技術解析と各種の試験に用いられた M37 は用途廃止後に処分されたが、スクラップとして払い下げられたものを復元した車両が民間企業によって現在も保管されている。ありがとうございます。